2009年3月3日、記事化にしたスカッとするリーク返し、というスレにこのような書き込みがなされた。嘘目は比較的まともだが議定がうざい。月見に、3度遊びに来て3歳になる息子にお土産をくれるのはまあいい。だけど買ってくるおもちゃがウルトラマンやら仮面ライダーなんかで私にしたら嬉しくない。息子が暴力的になったら嫌だし。旦那に遠回しに辞めさせるように言っても、あいつなりに息子が可愛いんだし、せっかくなんだからもらっておけばいい、と話にならない。なのでこの週末また遊びに来ておもちゃを買ってきた義弟に言ってやった。義弟くん、子供と遊んでくれたり、おもちゃ買ってきてくれるのは嬉しいけど、たまには彼女にお金使ってあげないとかわいそうだよ。言った瞬間義弟はおとなしくなって、いつもなら旦那と遅くまで飲んでくのにすぐに帰って行った。何がドキュンかって義弟は高校から自衛隊に入って、まともに女性と付き合ったことがないことに軽いコンプレックスを持っているのを知ってて言ったこと。これでしばらく家に来ないだろう。なんか、義弟がかわいそうに思えた。そんなに嫌ならもっと夫婦で子供に与えるものを話し合って自分からちゃんと言えばいいのに。そしたらやめてくれたんじゃないの？暴力的なものは嫌だと伝えたのかな？何もなしでうざーてなんか。言っても言ってもやめてくれないって言うならそのドキュン返しでいいような気がするが、息子が暴力的になったら嫌。自分が言葉の暴力行使するのはいいんだ。ここはドキュン返しスレであって、自分がドキュンであることを告白するスレではない。違いはわかるか？言ってよ。暴力的か？思ってもみなかった。ウルトラマンやら仮面ライダーは一般的に普通の男の子が喜ぶお土産だしね。仮面ライダーやウルトラマンの、おもちゃ、が暴力的で嫌いなら、現役自衛隊隊員は、暴力そのもので嫌いなんだろうな。一致です。私のしたことっておかしいことですか？旦那からも、いくらなんでもひどい、弟をバカにしてる、って怒られたし。私としたらそんなおもちゃなんかよりもっと可愛い洋服とか、ためになる知的なおもちゃの方がまだいいのに。旦那も、そんなにあれが嫌だ、これが嫌だと言うんだったらお前が弟にはっきり言え、とは言われました。でも本当に義弟が息子のことが可愛いのなら私が言わなくてもわかりませんか？そんな、言わなくちゃわかんないよ。義弟は独身だし、おいっ子が可愛いから男の子の好きそうなおもちゃを買ってきているのかもしれないのに、なんだかなぁ。スイーツの上の女の言う私のことが本当に好きなら言わなくても私の欲しいものがわかるはずって感じ？そんな良い子と、私だったら息子をしつけてのんびり買い物でも行ってきちゃうがな。その義弟、きちんと話せばわかったのかもしれないと思うとね。気の毒だなぁ。こういう人はアンパンマンとかダメなのかすに聞いてみたい。息子をプリキュアで育てたいタイプか。息子かわいそう。久々に本格的なバカを見た。バカっていうよりもコミュニケーションスキルが低いんやね。でも結婚して子供もいるんだぜ。すげえコミュ力だぜ。イッチがどれだけ迷惑に思うとイッチ息子が喜ぶであろうものを土産に選んでいるイッチ義弟はまとも。しかもらったもの、しかもプレゼントとして不適格なものでは決してない、に文句言うイッチの方がよっぽど下品。すいません、イッチです。皆さんのレス読んでたら、ひょっとして私は義弟にひどいことを言ったのかも、って思いました。私は妹しかいなくてそういう番組を見たことがありませんでした。先入観はありましたけど、義弟は義弟なりにいろいろやってくれていたことを思い出しました。息子を産んだ時も花束をくれたり、旦那が運動が苦手なのでその分義弟が汗まみれで息子と遊んでくれたりとか。何より息子はおもちゃで楽しそうにしています。今度もし遊びに来てくれたら謝って一緒にテレビを見てみます。これはコウトくんかわいそうだな、優しいじゃないか。まあ、そのうち子供が幼稚園にでも行ったら、いやでもそういう番組を見ることになるよ。周りの友達が見てたりすると、すっかり染まってしまうものさ。ウルトラマン、仮面ライダーが暴力的カードのあたりに境界線があるんだろう。アンパンマン、ドラえもんのジャイアン、ポケモン、ガンダム、ヤッターマンそれぞれか、不可の判定してくれ。思うに多分イッチは義弟が生理的に好きじゃないんだな。だからちょっと自分の思惑と違うことされると必要以上にうざく思うんじゃないだろうか。だからって相手を傷つけていいことには全然ならないんだけどね。ただ、どんどんおもちゃを買われたら、教育方針的に困るって気持ちはわかるけどね。ありがたみがなくなるとか、遊ばないおもちゃが出てきてもったいないとか、おじさんに目立ったら何でも買ってくれるって思っちゃうとか。うちは止めが買いまくりで、旦那が、買いすぎは困る、って締めてた。でも、一致の言い方はないわ。教育的観点がどうたらこうたら言う前に自分の品性下劣なところを直した方がいいと思うよ。
それと他人をムカつかせないようなものの言い方も学んだ方がいいと思う。だって意図的にバカにして貶めた義弟はもちろん、他人である触れ住人までこれだけムカつかせるなんて普通の人にはなかなかできないもん。ごめんなさいを言えないまま大人になってるのか。翌日、一致は別スレに書き込みます。一致です。本スレが私のせいで荒れているようですのでこちらに報告します。あれから旦那に皆さんからのレスを友人からの忠告ということで報告しました。いい友人がいてよかったな。いくらなんでも君の言い方はトゲがありすぎた。もし本当に弟に謝りたいなら喜んで協力するよ、と旦那は言ってくれました。それからすぐに旦那が義弟に連絡を取ってくれて今度の週末また家に遊びに来るよう誘ってくれました。義弟は少し嫌がったようですが、旦那が説得してくれて来てもらえることができそうです。代わってもらうことはできませんでしたが、旦那も、そんな顔したくんに今謝られてもしょうがないから来てくれた時にちゃんと言いなさい、と言われました。今度遊びに来てくれた時にちゃんと誠心誠意謝ってみます。おぷ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 ー。何か言い方ムカつくかもですが、えらいね頑張ったね。何か本スレで変なゲスパーとか叩きとか発生してるけど気にしなくていいよ。ちゃんと自分を正せる位置を尊敬する。義弟さんはかなりお子さん可愛がってくれてると思うよ。可愛がってくれる人が多いのは子供にとっていいことだ。これからも旦那さんと、義弟さんを大事にね。旦那さんがしっかりした人でよかったね。みんなで仲良くやってください。報告オツでした。相手の傷がすぐに癒えるわけがない。自分の汚い心がすぐに綺麗になるわけがない。長い時間反省し続けることは必要。義弟もいい人だね。何も悪いことしてないのに、むしろプレゼントしていたのに。ひどいこと言われて、また来てくれるなんて。こういう優しい人が結婚できないなんて不憫な。一致です。こちらでも知った激励いただけて自分の浅はかさが分かってありがたいです。旦那と義弟は年がちょっと離れていて、6歳。旦那からすると自分と違ってスポーツマン脳で優しい自慢の弟がバカにされるのが我慢ならなかったらしいです。本スレで私が生理的に義弟が嫌いと言ってくださった方がいましたが、確かに義弟はなんというかテンションがより高いパッションなんとかっていうお笑いの人にそっくりで苦手でした。でも旦那や息子にとってみたらすごくいい家族なんだな、と思うと自分の人としダメな部分がよくわかって、義弟との関係だけじゃなくこれからの息子を含めたいろいろな人たちとの関わりを改めて考え直すことができました。もし義弟との関係がいい方向に行くことができたら報告に来たいと思います。ほんといい義弟さんが。一致さんは、今回の出来事によって、相当こらえたんだろうが。まあ、うまく義弟さんとコミュニケーションを取れるといいね。多分、義弟さんも可愛い甥っ子へのプレゼントが、短絡的におもちゃっていう手段しか考えられないんだろうしね。これから、いちご狩りの時期だろうから、義両親と義弟さんと一緒に行くとか、単純に、プレゼントだけということでなくて、そういう触れ合いとか、できればいいんじゃないかな。小さい頃のそういうちょっとした思い出って一生ものだと思うしね。親が、人を嫌っていう感情を持っていると、それこそ、良くないと思うから、頑張って。それから1ヶ月ほど経ち、イッチからの続報が上がります。こんばんは。以前ドキュンスレでお世話になったイッチです。その説は皆さんにお世話になったのに、何の報告もしないで申し訳ありませんでした。あれから義弟とはなんとか良好な関係に戻すことができました。私の暴言も義弟は笑って許してくれました。ただ義士さん、あやきついっすよ。とは言われましたが、このゴールデンウィークも義弟、義実家と私たちで旅行にでも行こうかって話でしたが、ちょっとおめでたい話でキャンセルになりました。一つは私が二人目を妊娠したこと。二つ目は義弟に彼女さんができたことでデートが忙しいらしいです。最近旦那にアドバイスを求める電話が多いです。これからは義弟とも仲良くよりいい関係を築けたら、と思っています。本当にありがとうございました。おつでした。いい義弟さんでよかったね。あなたも素直にみんなの意見を聞ける人でよかったよ。覚えてたよ。義弟さんといい関係が築けるようになってよかった。一致がきちんと人の話を聞いて言動を正せたからこそ、義弟との関係を壊したままにせずに済んだんだよ。デートの出費が大変で、子供へのプレゼントも控えめになるかもだけど今までの感謝を忘れずに、義弟を応援してあげてね。レスありがとうございます。先日義弟に二人目の妊娠について教えたら、義弟は、破産しちゃう、破産しちゃうよって頭抱えてもだえてました。旦那は蜜毛、蜜毛、と笑ってましたが、
義弟の彼女さんは義弟がよく行くコンビニの店員さんで義弟の一目惚れだそうです。あと調子がいいと言われるかもしれませんが、あれから息子と特撮番組をよく見るようになりましたが、今やっている真剣ジャーのレッド役の俳優さんがすごくかっこいいです。なんか一気さんの書き込みからもつきものが落ちたような、さっぱりと見通しが良くなったような感じがする。お体お大事に。確かに前のレスではどこかギスギスした感じがしたのに、今の書き込みは柔らかい。やっぱり性格というか感情って文章に現れるんだね。二人目妊娠おめでとう。リテイ君もおめでとう。リテイ君いい子だ。大事にしてあげてね。あなたもお体大事にして、皆さんを幸せに。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。